7回も7回も7分え7分はい、どうもボンドと申します。休暇ウォッチ2パート7だね、やっていこうと思います。屋上に行くところから始まるんですけれど、多分骸骨が出てくるんじゃないかと思うんだけどね。この前見つけた。急にストーリーエピソードで、特に怪しいものはないね。おかしいですね、確かこの辺りから音がしたんですが、出た。もうびっくりすんだって。金のカプセルくれない俺に。カプセルだけはいらねえや。たまに、たまにメルカリとかでさ、パッケージだけ売ってんじゃん、ゲームの。あれって必要なのかな、みんな。そのまま、ウィスパー？ボンドロンド、あれを見るにゃん。な、すげえ笑顔じゃん。すごい笑顔じゃん、この人。人じゃねえか。もうやだ。もう急かよ。急じゃねえか、めちゃめちゃ。普通の妖怪より凶悪で強大な妖怪、それがボス妖怪です。ボス妖怪は友達妖怪にはなりません。またピンをさせるところが複数あったり、部位を指定してピンをさせたりなど、モズによって様々です。よく観察して、どこをピンを狙うか考えて戦っていきましょう。さすがにじゃない？さすがにさ、さすがにここだろ。挟んで、さすがにここだろ。何？何？いや、何その遊び心満点な。ジバニャン？踏みよ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 、OK。すぐずっと笑顔だ、こいつ。踏みよ。どんぐらい食らうこれで。いや、結構食らうじゃねえか。なんか勝てるわ、勝てるわ。来た、心臓開いた。ババアの技いきます。頼む、ババア。え？余裕めっちゃ弱い、こいつ。え？なんだよ。見かけ倒しからいく。いや、とはいえだな。ギドギドボール、ギドギドボール。頼む、H カップ。いけ。さすがに骸骨といえど、巨乳が好きなはずだ。うわぁ。ギトギト、ウォール、そう、強し草ネギ。お払いしよう。え？勝ったんだが。あ、何こいつ、雑魚。え、俺が強すぎる？え、何こいつ、弱っ。マジかよ。何してんの、H カップ。お前、おっぱい隠すな。ちょっとエロいから。隠されるとエロくなるんだよ。グッグッグッシャー。ひゃっはっは、俺たちにかかればこんなの楽勝だにゃん。何あのでかいだけで弱いやつ。ロッドレイスの巨人じゃん。ロッドレイスだな、あいつ。何？にゃ、にゃ、ボンドロードどうしたにゃん？あ、ウィスパーいねえじゃん。なんだろう。何か大事なこと忘れているような。すぐに思い出せないことって大したことじゃないって。ウィスパー、かわいそう。それもそうだね。よし、帰ろっか。そう、にゃん。早く帰って、にゃー KB のテレビ見るにゃん。AKB 全盛期か、これ。めっちゃ、忘れるまでもないとこにいんじゃん。一緒に連れ去られてんのはわかるけど、すぐそこにいんじゃねえか。あの、まさか私のこと忘れてません。誰かここから早く出して。最後はちゃんと可愛い終わりだ、終わり方だな。いや、全く昨日はひどい目に遭いました。燃えてけぼれはやめてくださいよ。あはは、ごめんごめん。そうそう、ボンドロンド君。私、新しいアプリを手に入れましてね。その名も、妖怪ウォッチバスターズ。聞いたことあるぞ。そうです、今妖怪の間で大流行中のアプリなんですよ。どんなアプリなの？何を隠そう、あの鬼時間にいつでもどこでも入れるアプリなんです。鬼時間に？そうです、そして好きなだけ鬼と戦うことができるんですよ。え、そんなの絶対嫌だよ。まあ普通の鬼時間と違って妖怪にしか入れないんですけれどね。俺っちゃ鬼時間入ってみたいにゃん。そう、ジバニャみたいに普通鬼時間に入れない妖怪で、鬼時間を戦い抜くことができるみたいなんですよ。自分で入れなくてもいいなら何でもいいけど。それとこのアプリには通信機能もあるらしいですよ。もう無理なんで差収してんだって。へえ。へえ。殺臭してんだって。お？ボンドロンドどこ行くにゃん？商店街までお使いだよ。お母さんに頼まれたんだ。ね、あの噂知ってる？最近この辺りでいろんなものが。あら、JK。ば、か、
カーでかくなるって噂でしょ。知ってる。八百屋さんの野菜とか自転車とかいろんなものがバッカーでかくなるらしいよ。なんだその先生。キャッ。いや、バッカでかくなるほどバッカでかくなってねえじゃん。いろんなものがでっかくなってる。ああ。あ、あらららら、ら、ジバニャンじゃねえか。いやー、なにあれ、鼻息、あら、そこではないだろ、絶対に。ボンドロンド君、頭がばっかりかくなって、まあ、本当だ、びっくりした。うわ、やだ、ぎばっかりか。やだ、無垢の巨人みてえじゃん。まずいです、ボノロノ君、容器を払って。おっ、戻った。ふう、助かった。もしかして、あの床がでっかくしてるの？ジバニャンじゃん。どう考えても。ニャンとニャンとそっくりより二つで、ふう。え、俺俺なんてばっかでかい妖怪ニャン。しかも友達妖怪がいて妖怪ウォッチまで。これはきっと、チミこそ俺っちが探してる。敏腕助手、正面ビートデフ。とりあえず、ポップなビートでに。ビート？何それ？今この世界は大ピンチデフ。妖怪と友達になれる人間、チミの力が必要なんデフ。え、どういうこと？話が全然見えないんだけど。チミと深い関係のある俺っちの友達を助けてほしいデフ。チミの友達、それって誰なの？バフフフ。この続きはまた今度、まずは獣村までで来てもらうデフ。スー。うわ、獣村？君は獣本村行きたくにゃーる。獣本村行きたくにゃるるる。うん、獣本村、獣本村。何それ？おお。獣本村へ行こう。おしゃれな始まりだな。めっちゃ準備してるし。うん、困ったな。何を持ってったらいいんだろう。そんなに散らかして何をしているんですか？別に散らかしてないってば。明日おばあちゃん家行くから準備してるんで。おばあちゃん家だった。おばあちゃん家、ボンドロンド君のですか？そうだよ、獣本村っていうところでさ、すごーく遠いんだ。家族総出かよ。ねえ、ボノロンド、獣本村へ行く準備はできた？うん、あとちょっと、かな？しっかり準備しておきなさい。一人で、一人で行くの？うん、大丈夫。すごーく遠いところに行くの、一人で。ところで、おまんじゅう見なかった？おばあちゃんへのお土産に思ったんだけど、なぜか見つからないのよね。うん、知らないよ。そう、お父さんも知らないって言うし、本当にどこ行っちゃったのかしら。絶対、ふみおが食っただろ。おまんじゅうが見つからない？もしかして、妖怪の仕業かな？いやいやいや、いくらなんでもそれは考えすぎですって。うん、そうかな。お前の仕業じゃねえか、普通に。そうそう、考えすぎにゃん。これでも食べて落ち着くにゃん。お、ありがとう。もぐもぐ、美味しいね。じゃないんだよ。ウィス、美味しいおまんじゅうですね。いや、これはまさか。何勝手に食べて、お前じゃねえか、食ったの先に。びっくりした。なんだお前。どうしよう。こうなったら我々がおまんじゅうを買い直してくるしかないのでは。そうだね、お母さんに話してみようか。ママに言ってくるわ。ジバニャンっていうバカがやったって、俺のせいじゃないって言ってこよう。ママ、あのジバニャンっていうバカがね。あら、ボンドロンドどうしたの？お母さん、おまんじゅうのことなんだけど、俺が買ってこようか？え、ボンドロンドが買い直しに行ってくれるの？うん、やっぱりお土産ないとおばあちゃんに悪いしさ。それもそうね。じゃあ、お使い横丁のドクロ山で行ってきてくれる？うん、任せてよ。どっち向いてんだ、ビスパ。来たー、1000円もらった。いや、これで行くならさ、これがいいならさ、なくしたって嘘ついてさ、1000円もらいまくろうぜ。そういう悪事働かせていこうぜ、子供の時は。じゃないと金がもらえないからな。そういうことしていかないと。ってことで、ドクロ屋行ってこようと思います。こんにちは、OL さん。ウィスパーと重なってんじゃねえか。おい、やだやだ。自転車よ？
これ、ショップ？これ買えるの自転車。オパール号自転車へようこそ。なんだよ。ふざけやがって。ふざけてねえか、別に全然。ここだよな、多分。おー、来たー。どっちか選ぶのか。元祖か、本家か。さっき本家だったから元祖にするか。うわ、来たね、じじ。いらっしゃい、元祖と黒屋のまんじゅうじゃいよ。一箱8個入りで、900円じゃ買っていくかね。はい。ありがとう、また来てくださいな。やつ。100円余ったんだけど。はい。で、お家に帰りましょう。でかっ。ごめんな。なんだ、もうあっちで買っちまったのか。次は本家で買ってくれよ。仕方ねえな。お前結構可愛い顔してるからいいわ。あの、ハゲハゲじじいよりは全然いい。もうまた疲れた。もうやだやだやだ。もうやだ、お姉さん。おはようございます。これから段々坂にある桜の湯に行くところなの？ふぅ。また、つけるこれ。またつけるまたつけるか。これバレてないからね、ちなみに。なんで俺のこの嗅覚。話しかける女の人みんな温泉屋行くわ。エロガキじゃねえか。見せなのよ。見せなのよ。もう逃げなよ。オッケー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 。あれでもさ、段々坂のさ、温泉屋さんってそんな近いとこから結構歩き回るな、このお姉さん。まったくもう、行くね、行くね、ちゃんと。段々坂の方向に。やめろよ、これ。いなくなるんだよ。いなくなってる！最悪だ。なんだよ。畜生、あいつ。やりやがったな。巻きやがった、この俺を。おばばあになってるぜ。お前は絶対いらない。お前の裸なんてマジで見たくねえ。はい、ただいま。帰ってきた、あ、ただいま。ボンドロンド君、明日はいよいよ熊本村に出発です。明日に備えて今日はしっかりと寝ておきましょうね。もう寝んの？うわ、もう寝んのか、早いな。ぴょん。おはようございます。さあ、いよいよ熊本村へ向けて出発です。出かける前にご両親へご挨拶しておきましょう。はい、行ってきますわ。トゥルトゥールルルー。両方話すんだな、パパ。うわ、かわいい。新聞に顎乗せてるわ。お、よいよ出発だな。おまんじゅう忘れていないかい？うん、ほら見てよ。お、元祖のおまんじゅうじゃないか。僕が大好きな元祖を選んでくるとは、さすがお父さんの子だな。それじゃあおばあちゃんによろしくな。気をつけて行ってくるんだぞ。うん。どっちのお母さんなんだろうな。お母さんとお父さん。あら、もう出かけるのね。おまんじゅうちゃんと持った？うん、ほら見てよ。元祖を買ってきちゃったの？お母さん本家の方が好きなんだけど。まあ仕方ないか。お母さんはって、このお母さんのお母さん、つまり俺のおばあちゃんのことをお母さんって呼んでんのかな。だとしたらごめん、元祖買っちゃった。あ、そうだ、ボンドロンド、このメモ持っていきなさい。おばあちゃんちメモ。これって何のメモ？それにおばあちゃんちに行くまでに必要なことを全部書いておいたわ。一人で電車やバスに乗るの心細いでしょ。その時はそのメモを読めばバッチしよ。ありがとう、すっごい助かるよ。ふふふ。まずは中央駅まで行ったらそのメモを見てちょうだい。あと、これは旅行代。落とさないように気をつけるのよ。いくら？安いだろ。わーい、ありがとう。本当に気をつけていくの？本当に気をつけていくのよ。寄り道とかしちゃダメだからね。うん、大丈夫だよ、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。お前らこんな暇ならさ、ついてきてくれよ。これでおばあ様の家へ行く準備はバッチリですね。さあ、熊本村へレッツゴーです。うん、まずは桜中央駅だね。めちゃめちゃ暇そうじゃねえか、お前ら。ならついてきてくれよ。小学5年生が熊本村に行くんだからさ。お前いつもいんな、猫。ちょっと、みゃ。なんだこれ。1000円もらったしさ、圧巻ベーカリーでさ、買い物しようぜ。こんにちは。はい。圧巻ベーグル買っとくか、1個。別にいらねえけど。来たし、せっかく。ちょっと待って、ちょ、ないないない。なんかハマったわ。びっくりした。こっち？うわぁ！死にましたね、僕今。お、初めて来たのか、桜中央せで。あれ、パパ活してる人いない今。パパ活してる JK だぞ、今。注意しに行くか、俺がちゃんと。ここにさ、
あれバス停は、あれバス停は、あれバス停にさ、今いたよな、パパ活 JK が。なんかいるし。あ、いなくなってる、パパ活 JK。 ここにいたのに今、パパ活してる JK が、パパと JK が。なんか話聞いてみるか、こいついたろ、多分。あ、コマ兄貴じゃん。コマさんの話は聞いていこうぜ、存分に。妖怪を見つけた。あ、ご飯が炊けちゃった旅するコマさん、モンゲー。たまげたズラ、都会は人がいっぱいで賑やかズランね。見てんじゃねえかこっち。お前やめて、お姉さんやめて。俺が一人で話してるみたいじゃん。ほらコマさんズラよ、田舎から出て旅してるズラ、よろズラ。しばらくこの桜ニュータウン2街を見て回ることにしたズラ。まずはこの街の神社にでもお参りしようと思ってるズラよ。あ、そうズラ、お近づきの印にこれあげるズラ。なんだよ、なになにこのバカ、マジでふざけてほしい、間違えた、ふざけないでほしい、ふざけてほしいとか言っちゃった。神社は確か北の方ズラ。この街の狛犬にも挨拶するズラ。またズラ。神社に行けばコマさん仲間にできる的なあれかな、だといいな。お、さあボンドロン6、いよいよ電車に乗るんですね。うん、なんか旅、なんか旅って感じでワクワクするね。さて、お母様から渡されたメモちゃんと持っていますか。あのメモは持ち物の大事なものに入っています。もし迷ってしまった時はあのメモを見るようにしましょう。ほえー、これかな。おお、結構綺麗な字。桜町駅、福の宮駅に行くのね。オッケー、福の宮駅で一回電車降りるのね。任せてくれよ。どこにから電車乗るのこれ。あれで、ど、あれ、あ、すごい、あれ、ちょっと、な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 に、なにこいつ、ちょっと嫌だから、さすがに、無視するけど、乗車券が必要です。お、これか。1日乗車券300円。すげえ安いわ。お前、悪者チックだな、すごく。あらゆるものが行き交う街、こちら桜中央駅でございます。もし熊本駅行くのであれば、中央線の電車に乗ってください。さ、福の宮駅で山彦線への乗り換えがあるので気をつけてね。もう来ちゃってるから、来ちゃってるから、来ちゃってるから、これだよ。ね、うわ、もうさ、もうな、なんだよ、お前らはなんで乗んないの。でもいいな、俺駅初めて来たかもしんない。ワンの時来れなかったよな、ここ。来れたっけ？いや、来れてねえ気がする。え、すげえ、下画面見てみんな。すげえ。ちょちょちょ、これ、これでいいの？桜中、桜木行き？あ、こっちじゃねえ、逆向きだ。すげえ。電車の勉強できんじゃん、小学生が。俺小学生じゃねえからもうわかるけど。ナンパするか。その電車間違えちゃダメよ、ちゃんと電光掲示板の案内を見なきゃ。電光掲示板っていうのは左上に見える文字が流れてくる板のことだからね。快速列車、快速列車って止まんのかな？止まりそうだな。福の宮城だし。よっしゃ！おもどうしたの君たち。あ、こうか。電車乗れるのすごいな。電車の中もあんのかな、映像が。あるじゃん。いつも中央線をご利用いただき、誠にありがとうございます。ジバニャンでけえな、意外と。普通に一人分みたいなでかさしてんじゃん。次は、福の宮、福の宮、ネクストステーションイズ、福の宮ステーション。ちょっと間が持たない、間が持たない、間が持たない、お前ら喋ろって。間が持たないってこれ、気まずいって。ウィスパー、何も喋んないんだから、もっと下の方に、後ろの方に行けばいいのに。ちょっと、気まずいって、ちょっと気まずいって、早くついてくんない？気まずいって、ほら、ジバニャ見て。もう気まずくてこっち見ちゃってるわ。これ、長くない？なんか異様に。気まずいんだけど、俺が一番。で、ウィスパー影あんじゃん。怖っ！普通の人から見たら。なんであそこに影あんのって思うだよな。あー、やっと着いた。もう気まずかった。マジ気まずかったわ。まもなく、福の宮、福の宮。福の宮駅に着きましたね。ここで降りましょう。めちゃめちゃ進んでるし、まだ。あれ、おじいさん、おばあさん、これ。そんなわけはないか。俺の場所。山に行きたかったら、獣と、海に行きたかったら、なぎさき。へぇ。だってさ、あっちの愚痴行くの。
すぐ切る山にも海に、あ、待て待て、お前。で、ここで乗れんだ。同じ改札内か。ラッキーだね、それは。ケマモト行き普通列車。てか、乗りてー、小日向じゃなくて、あっちの方。海の方。あ発車メロディーがテルディン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 、ティルキンディンディンディンじゃん。最高じゃん、そういう、ディティールにこだわってるゲームっていいですよね。後ろにババア乗ってるわ。NEXT STATION IS やまびこ。なんで乗車してんのお前。へへ、面白そうな人間発見。ゲゲ、なんですかね一体。ちょっと退屈していたんだよね。暇つぶしに付き合ってもらうよ。お戦いかよ。ブン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 じゃないのよ。マジで。草薙さん。ちょっと待って、充電ね。ちょっと待って、3DS の充電がね、ちょっと待って、全然合わねえんだけど、あった。OK。待って、3DS の充電がね、ちょっと充電してきますわ。危ねえ、マジで危ねえ。めっちゃ点滅してた、今、赤ランプ。危ねえ。勝ってるし、気づいたら。ラッキー。危ねえ、充電切れるとこだった。録画とか以前の問題じゃねえ、これ。今日はこの辺にしとこうか。まあ。マー君かな、お前。スニーカーくれんのかな。いやー、災難でしたね。中には、ああいった困った妖怪もいるので気をつけましょうね。まあ、君もね。タゾーの。は快速乗んなかったからめんどくせえ。快速あったのかな、これ。タゾーのかよ。タゾーのじゃないの。いや、おりません。え、これ、いちいちやんの？おさらぎと谷合いも。すげえ早いや、こいつら。ジムニャンってこんな真夏に腹巻きしてて暑くないの？ぶっちゃけ暑いニャン。ぶっちゃけとか言うなよ。おい、ぶっちゃけとか言うなよ、こんな可愛いやつが。でもキャラ作りのためにこの腹巻きは欠かせないのニャン。え、キャラ作り？そうニャン、可愛いだけじゃこの業界やっていけないのニャン。もし腹巻きなかったら、真っ赤で尻尾の先が燃えてて、耳が片方かけてて、車に轢かれて死んだ。ただの猫になっちゃうにゃん、結構あるじゃねえか。十分キャラ立ってると思うけど。来た、おさらぎ。まもなく、おさらぎ。おさらぎおりません。おりません。いいな、このシステム。システム、井戸の中からじゃなくて、井戸自体。大仏いね？え、めっちゃ大仏いんだけど、え、今度降りようぜ。めっちゃ低いところに顔あったけど、どんだけ動画短いの？この大仏。そういえば、この前、妖怪ウキウキペリアで、大門巨人について調べていたんですよ。あ、気まぐれクックを研究している。って、そんなことも載ってるの？もちろん妖怪に関係することなら何でも載っていますから。まあ、大門教授って妖怪を研究しているようなもんだもんね。そこで私、いろいろと衝撃的な情報を仕入れましたよ。え、衝撃的な情報？気になる。まず、大門教授は、ごくり。町内ワンコそば早食い大会で優勝したことがあるらしいです。別にどうでもよ。まだまだあります。大門教授は溺れている子供を助けて表彰されたことがあるそうです。すごい表彰されてんじゃん。お前、かまいたち山内の弟かな？7回も7分え、7分え、け、本田圭介じゃねえか。マジで。7回え、な、さらに、にゃー警備オーディションの最終審査まで残ったことがあるそうです。にゃ AK、あの年齢で大門教授って一体何者？谷合いでおりません。谷合いはどんな駅なんだろうな。ちょっと見とこうぜ。今度行こうぜ。暇な時に。エプロンのやつがそのまま来んじゃねえよ。汚ねえな。結構遠いね、ケマモト村。うわ !SP 来た。なに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 、え、わざわざここ座る？こいつ。いや、奇遇ですね、じゃないよ。空いてんだろ、向かいの方。奇遇ですね。え？
ここで出会うのも何かの運命、そう思いませんか？ちょっと何言ってるか、ちょっと何言ってるか分かんないです。トミー、あなたは自分に自信を持っていますか？心の底からの自信を。そうですよね、今の時代なかなか自分に自信なんて持てない。私もそうでした。でも私はこの本を読んで変わった。なんでネズミ子来たわ。あなたにも差し上げますから、どうぞ読んでみてください。いい、結構です。偉い。まあそう言わずに、ほら！いやー、なんだこいつ。あ、それを読めばあなたも明日から人生バラ色ですよ。それではまた。ありがとうございます。ババアにも行けよ、ちゃんと。ババアにも行けって。なんで俺だけ来たんだよ。よし、やっと来たわ、ケマモト村。ケモト駅に着きましたね、ここで降りましょう。なんでこのさ、悪人面してんの？駅員さんみんな。怖いんだけど、目見えてなくて。あ、ジシーがケマモト村っぽいね。駅からケマモト村までちょっと遠いが、バスが出てるから安心じゃ。バスで行くんだ。金めっちゃ使うじゃん。俺もらった1000円をさ、ケマモトって、剣に馬に元なんだ。そこからおばあちゃんちまでどうやって行くんだっけ？ゴンドロール君、こういう時こそお母様のメモの出番でウィス。はい。なんとなくわかるけどな。間違えたよ。なんとなくわかるけどな。今のジジイが教えてくれたかな。バス乗るんだろ？やまびこ線でケマモト駅まで行って、バスでケマモトだね。オッケー。バス停はどこにあるのかな？ああ、いたいたいた。あれ？ここだな。うんち200円。バスを待つ。もっと探索すればよかったな、ここ。ミスった。ババ、どこ待っとんの？バスに乗りますか？はい。すげえんだけど、妖怪ウォッチ2。1より全然面白いわ。面白いっつうか、要素が多いわ。単純に。これは神ゲーって言われるな。来た、ケマモト村。いい村だな。あれ、エロ本読んでね、ジバニャ。お前、エロ本読んでんじゃねえか。来たねえ。来たねえって言ったんじゃない？今、来たねえって言ったんだからね。まあ、汚くもあるけど、あのバス停。ん？おばあちゃんか、危ねえ。なんだ、あのばあば死ねよとか言おうとしてた、今。ボンドーロンド？おお、この方がボンドーロンド君のおばあ様ですか。よく来たね、一人で来ると聞いて心配したけど、ほっとしたよ。それにしてもまた大きくなったね、ボンドーロンド君は何歳になった？ 5 年生！電車やバスに乗ってここまで来るのすごく楽しかったよ。それはよかったね。優しそう、このおばあちゃん。さあ、長旅で疲れたらおばあちゃんと一緒に行こうね。うん。こっちのババアは別ババア？昔はバスがなかったからの、あらあら、そうなんだ。あ、ついてくんだ。俺、尾行には慣れてるぜ。俺、お姉さんの温泉を2回ほど待ってたことあるからね。尾行して。バーバー歩くの遅すぎてこうするしかないわ。なんだよ、こいつ、バーバーも。ちょくちょく歩かなきゃ。なんか変なじじいいるけど、バーバーか、これ。こんにちは、コーラで見かけない顔だね。え？あ、何？どうした？またバス乗んの？あら、天野さんのお孫さん？夏休みだから一人で来てくれたのよ。まあ、おばあちゃん思いのいいわ、お孫さんね。こんにちは！元気があっていいわね、ケマモトでゆっくりしていってね。それじゃあ、ボンドロンド行こうかね。なんだよ、何もくれねえのか、お前。ショップ？ああ、別にいらない。ごめん、ごめん、ごめん。おせえな、こいつ走れって、ダッシュしろって。マジで。もう自転と公転していいじゃん。地球と月の関係、地球と太陽の関係なっていい今。うわリアルだな、おめえ、おい。はい。ボンドロンドやし、ちょっとそこのお店に寄っていこうかね。どこのお店のこと言ってんの？ここあ、自動で、あ、自動で連れてってくれんじゃん、これ。熱っ。あつあつあつ。あ、ここのこと？ここのことか。入山商店だって。お？お？お？
これがババアだよな。他に買うものは？と。わっと。ボンドロンドも何か欲しいものはあるかい？いいの？好きに買ってって。優しい！ちょっと、選んでいい？選べねえじゃねえか、全然。なんだよ。すげえ遠く話しかけられた。獣村にあるお店っていうと、この入山商店ぐらいしかないんだよね。獣村にもよろずマートができれば便利なんだろうけどな。まあ、いいんじゃないの？それもそれで。ありがとうね。あ？ボンドロンド待たせたね。喉は渇いていないかい？外は暑いからね。はい、これ。葉緑茶なんだ。暑いのに。ありがとう、おばあちゃん。それじゃあお家へ帰ろうかね。ルフィいる？あれ、おばあちゃん、この奥にルフィいる？麦わら帽子あるけど、ルフィしか被らない。どこがおばあちゃんちなの？マジで。ほらほら、これが一番、これが一番いい。見て。歩かなくていいわ。これがあれば。なかなかうまくいかないな。ほら。本当にじいさんばあさんしかいないな。とかばあさんしかいないな。じいさんもいねえ、あんまり。どうしよう、おばあさんに筆下ろしされたら。ここに住んでるおばあさんに筆下ろしされたらどうしよう。気まじい。ここか。ここだな。先行っていいよ、おばあちゃん。いやー、もう止まっちゃったよ。もう。時間が時間だから着いたら終わりにしようかな。着く前に終わりにしようかな。おばあちゃん家から次パート始める的な感じにしようかな。そうしよう。ってことでね、パート7かな ?8 かな ?7 かな ?8 かな ?7 かな ?8 は終わりにしようと思います。次回、獣村おばあちゃん家でのお話です。さよなら。